それでは次の方、自己紹介をお願いします。自己紹介？そんなの必要なんですか？え？知ってるでしょう。面接官の皆さんは僕のこと。だって今年の面接を受けてる中で僕がトップの学歴だってことは間違いないですからね。トップの学歴の入社希望者の名前ぐらい覚えてるでしょ普通。ああ、いや、とりあえず自己紹介してもらっていいですかね。自己 PR などもあれば合わせて教えていただきたいんですけど。自己 PR？ そんなの言うまでもないでしょう。だって僕は T 大なんですよ。それが最大の PR じゃないですか。はあ、俺は鵜久森守る。鵜久森グループの副社長をしている。これまでいろんな人と面接で会ってきたけど、今までで一番強烈なキャラだな。まあこの人は不採用だろう。社長である兄ちゃんもさっきからずっと黙ったままだしね。いつもならもっと質問するはず。不採用だって決めてるんだろうな。というか他の方の自己紹介聞きましたけど、名前も聞いたことのない大学ばかり。天下の鵜久森グループの面接をこんな低学歴たちが受けに来るなんて少子千万。頭が悪いからそんなこともわからないんですかね。さすがゴミども。それとも天下の鵜久森グループといえどこの程度のレベルなんですか。まあたかが日本の企業ですし。むっか、鵜久森グループを見下すのはまだしも他の方をけなすような発言はやめてください。あれ、怒っちゃったか。今のは試したんですけどね。天下の鵜久森グループの副社長さんがちゃんとアンガーマネジメントができるのか。はあ、でも全然できてないみたいで残念ですよ。ちなみに副社長さん、大学はどこですか？こんなことで怒るなんてきっと副社長さんも低学歴なんでしょうね。いい加減にしてください。出て行ってもらいますよ。ああ、はいはい、別にいいですよ。鵜久森グループじゃなくても僕ならどこの会社でも採用されますから。逃がした魚は大きいって後で後悔するでしょうね。後悔なんてしません。むしろ後悔するのは松井さん、あなただと思いますけど。寝言は寝ていってくださいよ。 T 大である僕が後悔、そんなのするわけないでしょう。でもやっぱり日本じゃ僕を最大限生かす企業なんてないか。アメリカに行ってアメゾンやグーグルを受けた方がいいかもな。どうぞご勝手に。本当に言ってるんだこの人は。まあ帰ってくれるみたいだしいいか。それではお帰りください。採用。え？採用。ちょっと兄ちゃん、何言ってるの？おお、さすが天下の鵜久森グループの社長。僕をその場で採用する判断をするなんて、人を見る目があるって噂は本当だったんですね。副社長とは全然違う。ですが副社長に帰れって言われましたし、他にも僕を評価してくれる企業はありますからね。とりあえず保留ってことで。それじゃあ僕は失礼しますよ。面接後。兄ちゃん。何、守る。どうしてさ、どうしてあんな人を。あんな人？松井さんのことだよ。兄ちゃん一体どういうつもりなの？どう考えたってダメでしょ。やっぱりダメだったかな。当たり前じゃん。ダメだと思ったんだ。でもどうしても。ごめん守る。兄ちゃん、兄ちゃんがどうしても採用したいなんて言うのは初めてだ。俺には松井さんの魅力が全然わからない。学歴だけで採用したってこと？兄ちゃんは学歴より人柄を重視する、そう思ってたのに。それとも俺にはわからない魅力があるのかな。兄ちゃんの人を見る目はすごいから。兄ちゃんが採用した人は鵜久森グループで全員大活躍してるんだ。あの人も鵜久森グループに入ったら活躍してくれるのかな。でも俺にはそんな未来が見えない。お疲れ様です、守くん。花子さん、
ありがとうございます。どうしたんですか？そんなに思い詰めた顔をして。この人は社長秘書の花子さん。兄ちゃんの小学生の時の同級生でもあり、長い付き合いだ。兄ちゃんのことでさ、全然わからないことがあって。でもそうだよね。俺は兄ちゃんと違って凡人。天才である兄ちゃんの思考なんてわかるわけないよね。守さんは凡人じゃないですよ。ご主人様と同じくらいの才能があると思います。そんなこと。きっと面接のことで悩んでるんですよね。ご主人様言ってました。誰も何も言わない中、守だけは言ってきてくれたって。取り返しのつかないことをしたって気づいたって。え？こういうことに気づかせてくれる守は本当にすごい。やっぱり俺には守が必要だって言ってましたから。そうだったんだね。そっか、やっぱりそうだよね。松井さんを採用するなんておかしいもんね。でも兄ちゃんでも学歴で人を採用してしまうことがあるんだな。兄ちゃんも言ってくれてるみたいだし、これからも兄ちゃんが間違っていると思ったらちゃんと伝えていこう。あ、兄ちゃん。おう、どうしたの守。花子さんから聞いたよ。松井さんの採用をやめてくれる気になったんだよね。おう。大丈夫、会社都合で採用取り消しになったって伝えれば問題ないと思うよ。でもこれで松井さんじゃなく、もっといい人のために採用枠を使えるね。そうだ、今から松井さんの採用取り消しで空いた枠で誰を採用するか話し合わない？守、無理だよ。え？何が無理なの兄ちゃん。採用取り消しをするのは無理なんだ。どういうこと？だって兄ちゃんダメだって分かったんだよね。うん、それはダメだって分かったし反省したよ。でもね、採用の取り消しはできない。なんだよそれ。松井さんなんかより他にうちに入りたいって熱意を持ってくれる人を採用した方がいいでしょ。どうしてそこまで松井さんにこだわるのさ。こだわってるわけじゃないんだけど。あ、そういえば松井さんのお父さんってうちの取引会社の人だったよね。兄ちゃん、もしかしてそれで？そういう採用の仕方はしないって二人で決めてたろ。おう、そうじゃないんだよね。じゃあ一体何なのさ。うまく話せないんだけど。ダメなの？ごめん。じゃあ俺師匠たちとリアルおままごとしなきゃだから行くね。兄ちゃん、どうしちゃったんだよ兄ちゃん。全然兄ちゃんらしくない。会社に必要じゃないと思ってるのに採用を取り消さないなんて。もうわからないよ兄ちゃんの考えてることが。そしてそれから兄ちゃんと俺は少しギクシャクすることに。ねえ、しつこいよ兄ちゃん。ちょっとリアルおままごとの練習に付き合ってくんない？仕事中だから手伝わない。そんな。花子、どうしましたかご主人様。守が冷たい。俺より仕事を優先するんだ。奥さんみたいな言い方ですね。リアルおままごとの練習なら私がお付き合いしますから。ありがとう花子。こんな態度を取りたいわけじゃないんだけど、あのことでモヤモヤしちゃって、この先もあんな風に採用していくのかな。どうやったら兄ちゃんを止められるんだろう。そして数ヶ月後、今日は入社式。はあ、守くん大丈夫ですか？大丈夫。ごめん。でも今日から松井さんと働くことになると思うと憂鬱でね。そんなにひどい方なんですね松井さん。本当にどうしてご主人様は松井さんを採用したんでしょうか。あ、どうしたの花子さん。何か才能を見出していて、入社前にご主人様が性格を矯正してるとかじゃないですか。ご主人様ならやりそうです。その可能性は確かにあるかも。ああ、きっとそうだね。そうだ、なんでそういう風に考えられなかったんだろう。きっと松井さんは
この前とは別人。おいおいおい、嘘でしょ。僕と一緒に面接受けてた低学歴も採用されてるじゃん。天下のうぐもりグループでもこんな人材を採用するなんてね。やっぱりこの程度か、うぐもりグループは。はぁ、もしかしてあの方が。うん、松井さん。性格変わってないってことですよね。うん、花子さんにああ言われてきっとそうだ。そう思ってたんだけどな。やっぱり学歴で採用したか。ただの縁故採用ってことなんだろう。本当に嫌だ、この人と一緒に働くのは。この会社はどんどんこういう人が入ってきて変わっちゃうのかな。低学歴しかいないし、僕がコキ使ってやるか。おる。ああ、社長来てあげましたよ。ありがたく思ってくださいね。Google も Amazon も採用されたんですが、それを蹴ってここに来てあげたんですから。ああそうだ、僕副社長になってあげますよ。あの無能より僕の方がいいでしょ。おれれれ、なんでここにいるの。はい、何言ってるんですか。採用されたから入社式に来てるんですよ。ああそういうことか。僕は T 大卒で特別待遇だから入社式に出なくてもよかったってことですよね。入社式の案内が来てなかったのはそういうことか。 SNS で調べてまでわざわざ来る必要なかった。お、いや違くて、君は一次面接で落ちてるけど。え、何言ってるんですか。一次面接で落ちてるって、社長俺のこと採用って言ってたでしょ。うわー、言ってないよねえ、守る。いや、兄ちゃん採用って言ってたよ。守るまで何言ってんの。そんなこと絶対に言ってない。言ってたって、俺も確かに聞いたもん。そうですよ。うくそ。お、なんでもないよ、今のはなんでもないから。守る、また怒んないでね。え、何怒んないでって。ほら、この人の面接の時にさ、俺この人が臭くて我慢してたんだけど、臭いよって言って守に怒られたでしょ。どうしてあんなことを言ったんだって。それでとっても反省したんだ。ダメだよね、人に臭いって言っちゃ。お願い、今のは脳幹にして。もしかして臭いよって言ったのが採用って聞こえてたんじゃ。うん、そういうことっぽいね。兄ちゃんあの時鼻を押さえてたかも。だから声がちゃんと聞こえなくて、臭いよーが採用に聞こえてたのか。兄ちゃんそういえば悪い人は嫌な匂いがするって言ってた。松井さんからそういう匂いがしてたってことか。ん？でも兄ちゃん採用取り消しにしないとか言ってなかった？うん、言ってたよ。だってできないでしょ、採用してないもん。守に言われていろんな人に相談して採用してないけど、採用取り消しする方法を探したんだけど、一度採用しなきゃ採用取り消しはできないってみんなに言われちゃったんだ。でも俺この人をどうしても採用したくないからできなかったんだ。ごめんね守る。そういうことだったんだね。ご主人様らしいです。うん、そうだね。俺何年兄ちゃんの弟をやってるんだ。こういう可能性を一番に考えるべきだった。反省しないと。いや、これは難しすぎますって。おお、じゃあ俺と一緒に反省しよう守る。ふざけんな。僕はアメゾンやグーグル、日本の大手企業からの誘いを全て蹴ったんだぞ、この会社に入ってやるために。それなのに不採用だなんて許されることじゃない。損害賠償を払え、損害賠償を。それは嘘ですよね。何がだよ。アメゾンやグーグルや日本の大手企業に採用されたっていう話ですよ。は？何言ってんだよ、本当だ。さっき確認しましたから、アメゾンとグーグルの CEO に。それにあなたの面接での振る舞いは日本の全ての企業に共有させていただきます。は？皆さんおかげで書類選考の段階であなたを落とせたって話してましたけど。お前のせいだったのか。面接すら受けられなかったのはお前が。やっぱり嘘だったんじゃないですか。あ、だから言ったでしょ、
後悔するのはあなただって。人をゴミ扱いするような人間を採用したい企業なんてありません。俺たちには面接を受けに来た人たちが宝石の原石に見えました。ゴミに見えるなんて、それはあなたの目が腐ってるんでしょうね。あなたが改心しない限り、これから先もあなたを採用する会社は現れませんよ。守は怖い顔してるね。はい、守くんとっても怒ってますね。その後、松井さんはというと、どこにも採用されずに生活のために始めたアルバイトでもあんな態度をとっていたようで、すぐにクビに。いつか自分の価値を分かってくれる人が現れると信じて、河川敷に段ボールで家を作り、その人を待ち続けているようだ。これ、俺が手を回す必要なかったな。でも本当に哀れな人だ。兄ちゃん、いろいろとごめんね。おう、なんで謝るの。守は何も悪いことしてないでしょ。いや、勘違いして兄ちゃんに変な態度を取っちゃったりしたからさ。よくわかんないけど、これで仲直り。え？うん。あ、何してるの兄ちゃん。仲直りにはこれがいいって師匠に聞いたんだ。え？どうしたのレオンくん。守が最近冷たいんだ。仕事中に遊んでくれないの。みー、お仕事中に遊ばないのは普通だと思うよ。でも前はちょっと遊んでくれてたもん。マモルくんと喧嘩しちゃったってことだね。ならリンがとっておきの仲直りの方法を教えてあげる。何？教えて師匠。あのね、ほっぺにチューするの。ほっぺにチューしたら仲直りできるよ。リン、この前それでお友達と仲直りしたから。お、ありがとう師匠。やってみるよ。なるほど。これで仲直りだよね、マモル。ご主人様と喧嘩すれば、ほっぺに。花子さん。ご主人様。おい、どうしたの花子。書類がまた間違ってました。花子はとっても怒ってます。おお、どうしよう。そうだ、ほっぺに。ちょっと兄ちゃん、女性には。ああ、でも花子さんにならいいか。やっぱり恥ずかしいです。嘘、怒ってないです。待って花子。ああ。Thank you.